より。ということで、まあ、時々ボーンコシツにゲットしましたよと。まあ、予約しちゃったね。今回はね、ハラハラドキドキはなかったんですけど、まあ、人気みたいですけど、結構部屋数があるんで、まだ空きはある感じなのかな、ここで。ちょうどいいですよね。ね、まさにここにあった。ね、じゃあ、もうだらけてますよ。もうだらけてますからね。言うてね、徹夜で夜勤明けそのまま来てるんで、まあまあね、疲れがね、来ておりますんでね。よいしょ。空席状況を見ると、まだマット席、中席席は上がっていってなってるんで、まあ別に予約したかんでもないでしたけど、まあまあまあ、臨界場もありでした。別に予約するのかもわかりませんのでね、特にこうしたことはないでしょう。でね、何が言ってね、お値段がね、だいぶね、下がるんですよね。料金が、ナイト8時間パックが、鍵付きで2110円、プラス220円だったっけ。土日食は、220円プラスやから、2330円ということでございますね。これはかなりいいですね。京都の市営バスが通ってるエリアですから、今その京都市から外れるんで、京都のね、これ市内だとすごい値段になるんですよ。京都市内だとね、特にあったっけね。それこそ、市場大宮の、駅前のところなんかは、さっきも、ところで見ましたけども、シートとかも回しつってなってますけど、ここはね、鍵付きじゃなくてね、鍵付き個室じゃないんですけど、鍵付きじゃなくて、8時間パックがない。まず、ナイトパックがなくて、9時間パックで2530円になる。なんと、鍵付きじゃない。マット席と、なんと、鍵付きのところの方が安くなる。でね、確かに移動のね、距離はちょっとありますけど、で、バス停の方ね、まあ歩いて全然来れる距離じゃないですか。で、しかもね、今回、24時間チケット使ってますから、別にどんだけ、師走とって感じだとどんだけ乗ろうがね、なんと、お値段変わりませんからね。これも実質ね、移動費はね、ただみたいなもんですから。もう、他のね、美術館とか、これから行くやつと、もう合わせてね、一緒一緒にできちゃいますからね。なんということでしょう。これは、お得じゃないですか。ということでございますね。周りで、この辺りで他に、あるのってとこなんと、サイン、鍵付き個室があるところで、山陰の駅前のところありますけど、ここもなくて、ここも9時間パック3650円、日土日3650円でもう残1ですよ。ほら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 、山陰でいたっけ、西陰でしたっけ、山陰でしたよね。山陰駅のところ、そんな感じらしいですよ。こういう時はね、ちょっと外すだけでね、ちょっと外すだけで、9時間パックで3430円、3650円ってことは、1300円ぐらい浮いた計算。大きいね。まあ、ちょっと多分今回はナイトパックじゃなくて、12時間パックにすると思うんですけど、こっちだとね、12時間パックが、その山陰の店だと4370円。だけどね、こっちだと、12時間パックで、3520円。1200円くらい違う。1200円は大きいですよね。ということでね、こういう
うざうざがありますよと、言ったところでですね。まあね、買ったものを紹介しながら、ちょっと満足多めにしながら、1日目に統括、やっとこうかなと思います。これだけ気になるかもしれませんけどね。これだけ先に開けるって思ってたな。うん。